妙国寺は、大阪府堺市堺区にある日蓮州の本山の寺院。三号は、高広山。幕末に起こった堺事件ゆかりの寺として知られる。会期は、三好十九。会山は飛行。妙国寺とも各。1930年頃の妙国寺境内、大木町天皇の永禄五年、阿波国より兵を起こして、機内を支配していた三好長兄の弟。 三好十九が飛行に帰依し、大祖鉄を含む、東西三丁南北五丁の土地と、治療五百国を寄進し、飛行を解散とする当時が設立された。しかし、同年三月の久米田の戦いで、十九が戦死し、しばらく寺の建物は、未整備の状態が続いた。そこで、永6九年に飛行の父である堺の豪商油やつ猫と、兄の上優が協力し、境内に、 道東伽ンを混流して、甲広山明国寺と称し、永六十一年に完成した。寺名は非、甲の死日宿の号である、妙国院から取られた。後に、皇室より、直眼書に定められている。元気二年に、本堂春工、天正十一年までに、広大な寺地に十四の坊、南北の学問書などを備えた伽ンが完成する。 慶長20年4月28日、大阪夏の陣の際に、徳川家康が、当時に滞在しているとの話を聞いたとよと見方の、王の春夫佐隊によって、焼き討ちを受け、全山海人に返した。その後、寛永5年に、本堂再建、続いて、祖志堂、三重塔の混流とされるが、堺市市では万事元年に混流とする、寛文2年に、表門、寛文5年に、諸院。 元六九年に、宝蔵、聖徳元年に客伝と、首老、宝城、直指門、鏡蔵、乗り政どの、その他新陰等級館を再現した。しかし、太平洋戦争中の1945年7月10日に、行われた第六回大阪大空襲により、鏡蔵と大祖鉄を残して、三重遠以かすべて消失した。百七十三年、本堂を再建し、 現在に至る。厳住は五十一世、岡部日葬寛樹、堺法園園頭寺。夜泣きの素鉄大素鉄山と境内の大素鉄は、国指定の天然記念物である。樹齢千百年余りといい、次のような伝説が残っている。織田信長はその権力をもって天正七年、この素鉄を安土城に移植させた。ある時、夜更けの安土城で一人、 天下を取る層を練っていた信長は、庭先で妙な声を聞き、森なり都市に探らせたところ、庭の蘇鉄が、堺大国寺に帰ろう、帰ろうと呟いていた。この怪しげな声に、信長は激怒し死卒に明治蘇鉄の切り倒しを命じた。しかし家来が刀や斧で蘇鉄を切りつけたところ、皆、血を吐いた倒れ、刺し物信長もたたりを恐れ即座に妙国寺に変換した。 しかし、元の場所に戻った祖鉄は日々に終わり、枯れかけてきた。哀れに思った飛行が蘇生のための北家境、全部を、読書したところ、万願の日に、祖鉄から、宇賀塗りま竜人が現れ、鉄分のものを与え、仏法の籠で蘇生すれば、法音のため、男の懸南と女の安山を守ろうと告げた。そこで、飛行が早速門前の鍛冶屋に命じて、 鉄くずを根元に埋めさせたところ、見事によみがえった。これによりのりまさ殿を建て、寺の守護神として、宇賀のりまさ竜神を祀ることとした。次来、これを信じる全男全女たちが暗山を念じ、折れた針や鉄くずをこの祖鉄の根元に埋める姿が、絶えないという。妙国寺にある、土佐半宿用刀日蓮宗は1四十一年に、本末を解体したため、現在では、 九本山、九松寺と呼び習わしている。大阪府堺市堺区在木町東四町一番4号1900年発売の鉄道昇華第五集、作詞、大和田武樹、作曲、多倍地において登場しており、住吉大社と共に当時が歌い込まれている。六十二、祖鉄になある古寺の話聞きつつ山和川渡れば、あれに、住吉の松も灯籠も近づきぬ。 ありがとうございます。